先ほど、はい、カメラの前で最初のエッジが終わりましたが、どうでした？うん、楽しかった。楽しかった。久々だったけど、うん、大丈夫でした？大丈夫でした。楽しかったってことは気持ちよかったってことですか？そうですね。じゃ次はちょっと男優さんを気持ちよくしてみますか。はい。したことある？ん？男の人を気持ちよくしてあげたこととか、うん、どうなの？あんまりない。あんまりない。したことない。それダメじゃないですか。自分からはあんまりないかもしれない。あんまないの？そういうちょっと技術を身につけた方がいいんじゃないですか。喜んでもらうの。良くないですか？うんうんうん、ね、せっかく気持ちよくしてもらったしね、今度は気持ちよくしてあげましょう。特にそのおっぱい使って、今メイクルームなんですけど、監督さんにカメラを渡されたので、と呼ばれるまで待ってようと思います。お菓子を持ってきました。朝ごはん、おにぎり、バナナもありますよ。たくさんあるでしょう。私はチョコが好きなので、早く食べたい、この子。はい、お願いします。呼ばれたので行ってきます。どうぞどうぞ。おはようございます。おはようございます。ものすごいエビですね。楽しい楽しい、楽しみ楽しみ。これからインタビューをしていきたいと思ってるんですが、はい、私もちょっとカメラのね、うん、見てる人にちょっと自己紹介をいいですか？はい、広瀬ひなです。19歳です。お願いします。お願いします。なんかあれですね、これから撮影が始まるって感じですけど、あんま緊張はなんかない？ちょっとだけちょっとだけちょっとだけ。あんまでも緊張はしないタイプ？あまりしないですね。ちょっとひなちゃんのいろんなこと聞いていきたいんですけど、はい、趣味とか特技とかなんかまず聞いてっていいですか？趣味はホラー映画見たりとか、アニメ見たりとかですね。ホラー映画、怖いの好きなの？怖いの大好きです。ドキドキするとか、そういうサスペンス、スリルとか好きなの？スリル、ドキドキしたの。うん。なんか特技とかは？特技は韓国語、うん、ちょっと今勉強中で少し喋れます。ああ、いや簡単とこから。じゃあおはよう、おはようございます。こんにちは。ありがとう。カムサムニダ。今日はムラムラしています。今日はしかわからない。あるるん、ムラムラ、ハゴイッスよ。かわいい。ムラムラしてるんだ。ムラムラしてますね。そんなひなちゃんはなんで今回は AV やってみようと思ったの？うん、好きな女優さんが3人くらいで、皆さん AV の方で。教えてほしい。あの、アスカキララさんとか、うん、三上岩さん。うんエイミちゃんとか。みんな有名な、有名な方です。女優さんばっかだね。え、なに AV はそういうただ見るだけなの？うん、ただ可愛いなって言ってるだけなの？可愛いなです。え、ムラムラモゾモゾしないの？モゾモゾちょっとはします。え、オナニー的なことはしないの？あんまし。あ、しないんですか？うん。
いや本当 AV をファンとして見てるだけ見てます。え、今日ちなみにどれぐらいぶり？どれくらいぶりなんだろう、数ヶ月ぶりとか。そんなにしてないの、大丈夫、閉じてない？閉じてないです。閉じてない、なんか男優さんとかどんなイメージですか？どんなイメージ、うんうん、AV の男優さんとかね、出てくるじゃん。エッチのプロフェッショナル。エッチのプロフェッショナル今日そのプロフェッショナルに会えますね。会えますね。でワクワクしてワクワクしてます。数ヶ月ぶりの数ヶ月ぶりの決断。ちょっとエッチする前にまずはカメラの前で裸を見せていただけないですか？裸ですか？さっきからちょっとうっすら見えるおっぱいがなんかあれ何カップなの？ G カップですね。あれ大きい。ちょっとブラウスピタッ見た。あら、ギュッてギュッ、ギュッて全然わかんないそんな白いブラウス全然。ちょっともうボタンだけ、ちょっとボタンだけ、ちょっとタイマーもうちょっと見えるように。今から何やったの？聞いた？ん？聞いてない。え？聞いてないの？男の人二人相手するんだけど、3P やったことある？ないです。ない？ないです。映像で見たことは？映像はあります。ある、うん、今から5分以内に、うん、男の人二人が触られるんだけど、うん、ちょっと想像してみて。どこ触られるんだろうね。どこ触られるんだろう。いろんなとこ触れるからさ、二人が描いて。失礼します。お疲れ様でしたいや無事撮影が滞りなく終了しました。改めてどうでした、うん、AV の世界は。え、でもなんかみんな優しくてもう、うん、満足いやあれだね、マイペースだよね、ほんとなんかねすごいこう何が起ころうとも、うん、なんかこう自分のペースを崩さって大物になりそうですよ。ちなみになんか今回いろいろやってみたけど、今後やってみたいようなこととかなかったりするの？今後やってみたい。そうそうですよ。なんかたまに耳にするなんかドラマものみたいな。お、ドラマ興味ある？興味あります。セリフ覚えれるかな？で、例えば、うん、いろんなのありますよ、うん、何？え、でも制服が恋しいので制服を着たいです。あ、制服 JK になりたい。 JK になりたい。あ、それはすぐなれるような気がするな。うん、なりたい。ちょっとほらプロデューサーにちょっとおねだりして、何制服を着させてくださいお願いします。あ、もうすぐにでも着てると思うじゃあそれを期待している、はい、ちょ見てくれた人にも、はい、なんかちょっと喋っとこうか、ちゃんとありがとう以上今いっぱいいろんな思いをちゃんとね、はい、伝えてください。はい、私のこの動画を見てくださってありがとうございました。これからも頑張るので広瀬ひなをよろしくお願いします。
ありがとうございますでね、ちょっとお疲れ様でしたってちょっと言いたいんですけど、はい、今日行きたいとこがあって、行きたいところ、はい、行きたい場所、場所、うん、もうまだ時間大丈夫、あ、大丈夫です、時間は大丈夫、大丈夫です、ちょっとつけてもらっていい、はい、わかりました、もうすごい何でもいいこと聞いてくれたらもうすんなり本当に大丈夫大丈夫です、ありがとう、でちょっとね、着替えてもらって、うん、ちょっと車で移動するんだ、車準備できたらちょっとまた教えて、わかりました、じゃあちょっとつけてください、はい、お願いします